ユッサだよ。ユッサの作った戦士たちによるドラゴンズの守護神ガイデルの攻略のライブシナリオだよ。かなりの自信作の4番渚、そして大打要員によるガイデル攻略。動画では PC の録画画面を見て操作したので遅延がひどくて打ててないけど、ドラゴンズ先発の高橋宏斗のインタビューに入れたからいいか。ぜひやってみてくださいね。完全クリアは大きいのたくさん打つともらえるかも。またね。お待たせいたしました。エンジェルズ対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。エンジェルズの先発は右の宮原、対するドラゴンズの先発は右の高橋。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。高橋降板、そして最後は守護神のマルティネス、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。エンジェルズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番望月、真ん中に送ってストライク、いきなり156キロ、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投げました、見送ってボール、投げました、変化球、空振り三振、インコースの変化球にやられました。バッターは4番渚、第9、1球目ストレート空振り、いきなり158キロ。さあ次の投球、投げました、高め決まってストライク、第3球を投げました、161キロ直球、空振り三振、渚全くタイミングが合いません。右のバッターボックスは5番山内、エンジェルス最後のバッターになるのか。初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、アウトコース高めストライク、なんとか意地を見せてほしいところです。打ちました。さあ4球目、ストレートはボール、インローへ、次が5球目、161キロ直球、空振り三振、三者連続三振、エンジェルズ敗れました。ご覧いただきましたように本日の試合はドラゴンズが勝ちました。さて今日のヒーローは勝利投手の高橋、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対0、エンジェルズ敗れました。勝利投手は高橋、敗戦投手は宮原、そして西武はマルティネス。エンジェルズ今日のゲームは残念な結果となりました。次のゲームに期待したいと思います。